はい。皆さん、こんばんは。ブレイントレーナーの竹村久代です。今日は歩き方を変えるだけ、運を引き寄せる背中、ご支です。腰痛は日本人のどのぐらいの人が、えー、一度は経験したことがあるかご存知でしょうかなんと、8割の人が一度は腰痛を経験したことがあるそうです。 慢性的な腰痛を理由に痛みをかばうような動作や、また姿勢を続けてしまって姿勢や脊柱、変形を起こしてしまっている人たくさんいるんですねえ。私も少し体が前に倒れているのは結構腰を分かったんです。それで、 えー、今日、あの、背中、腰のことを皆さんにお伝えするんですけれども、これはとても大切なあらかじめ注意、えー、皆さんにお伝えしておきます、えー。背中とか腰という場所は内臓疾患が 原因になっていることがあるんですね。何をしても変わらない不調にもし出会っている方は、早めに病院でご相談くださるのも一つの方法かと思いますえ。今日は歩く運動。簡単にできそうですけれども、歩くことで病気を作ることもあります。その痛みを表現している体は、私ではなく私のものです。本来歩くときは、 目的があるから歩きます。でも、もし、無有病だったら別かもしれません。それでも、脳には目的があるんだと思います。脳がスイッチを押さないと、私たちの体は動かないんですね。そのスイッチは、時に良いストレスになり、時に、いわゆる嫌ないろんなことの問題になる、原因になる、 ストレスの時があります。思い通りに行かなかったり、誤作動を起こすから、どん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 問題が大きくなります。考えが複雑になっていたら、まっすぐ歩けると思いますか意欲があったら、どんな歩き方をしますかまた、やる気が出ない時は、皆さんどんな歩き方をしていますか つまずいたり、ひっくり返ったり、ぶつかったり。肩がぶつかっただけで喧嘩になった。また、風が吹いてきて飛ばされそうになった。無意識で歩いている私たちの歩き方に心の姿勢が表現されています。え自分のさ状態を今日はじっくり観察をしてみたいと思います。ところで、皆さん。 映画、アバター、ご覧になりましたかえー、歩くこと。これは主人公のジェイク、下半身不遂になった主人公なんですけれども、神経が適合したお兄さんのアバター、えー、その仮の肉体とリンクすることに慣れ始める過程がすごくこ細かく、 表現されているんですね。これはアバターの1の方なんですけれども、うん、歩くことっていうのは、まさにそういうことなんだなと私は感じています。私の体は私ではなく、私のものである。まさにそうだな。皆さんもそのように感じられるでしょうか本当に脳と体はリンクしています。なので、脳がスイッチを押せば、 体にもスイッチが入り、体にスイッチが入れば、脳にもスイッチが入って、すべての準備運動になれます。脳が疲れることと、体が疲れることを一緒にしてしまいがちな私たち。えもう疲れたから何もしないと話すことが、私もよくあるんですけれども、実は疲れた時こそ歩くといいです。歩くだけでも、 いいと言いますけれども、歩き方、とってもポイントがあるんですね。大事です。えまず、立つ。そして、歩く。そして、その歩き方。その時の心。とっても大事です。感覚センサー。エネルギーの感覚も必要です。心が弱いと、肩が前に出て、背中、腰が丸くなってしまいます。 どうですか心が弱いのに胸を張って堂々と歩け、歩けますか背中、腰に痛みや不調があるときはまっすぐ立っていると思いますかえこれよく壁を使ってチェックをするんだということ、あの雑誌とかで見たことありますかねちょっと私がやってみたいと思います。皆さんもこの時間が終わったら後でやってみてくださいね。はい。 ここに壁があります。この壁に沿ってまっすぐ立ってみます。後頭部、後頭部、肩甲骨、そしてお尻、ふくらはぎ。この4つのポイントが壁についている。これが正しい立ち方だと言われています。また、えー、耳、それから肩の、えー、ラインですね。 それから足の外側にあるくるぶし。ここが一直線になっているとき、この三つが一直線になっているときが正しい歩き、あの、立ち方だって言われているんですね。えぜひ皆さんも後からお立ちになったときに試してみてくださいえ。正しい立ち方ができる方も、 そうでない方もいらっしゃると思うんですね。じゃあ、正しい立ち方ができてなかったらもうダメじゃん。そうじゃないんですえ。今日はそのために皆さんと背中をよくほぐして、股関節を感じながら足の裏の大切なポイント、そこに意識を置きながら、良い情報と繋がれる、そんな歩き方を皆さんと実践してみたいと思います。じゃあ、今から 三点に意識を集中しやすくするように準備をしていきたいと思います。皆さんの、えー、パソコンの前、お部屋の状態大丈夫ですか少し膝を抱えて寝転がる場所ありますかはい。じゃない方はまた後でやってください。えー、ない方はイメージをしながら 一緒にその場で膝を抱えたり、足を伸ばしたりしてくださると嬉しいです。じゃあ、私、ちょっと、えー、横になってみますね。こ横になるんですけどね。丹田に意識を集中するとき、実は腹筋が低下をすると、猫背とか姿勢の崩れでこう見えてくるんですね。何かというと、背筋、背中の筋肉と腹筋は 拮抗筋,筋といって、髄の関係にあるので、腹筋が低下すると背筋にも影響してしまうんです。それで腰痛が起きやすくなってしまいます、えー。いわゆる腹直筋といって、お腹の前側にあって、あの、鍛えているとよく割れてくる、シックスパッドとか言いますよね。そこに大切な筋肉があるんです。 また、腹斜筋というのがあるんですけれども、今日は腹直筋というところを感じて、皆さんのお体の状態を先にチェックをしてから始めていきたいと思います。じゃあ、横になってください。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方は、ぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、 SNS でのシェアもよろしくお願いします。